エインズリー・コックスはアメリカ出身の指揮者。テキサス州ビッグスプリングスの生まれ。プリンストンのウェストミンスター・クワイヤー・カレッジを経て、1959年にテキサス大学オースティン校で作曲を専攻し、1960年に修士号を得た後は南西テキサス州立大学で1962年まで教鞭を取った。1962年からニューヨークに移住し、 レオポルド・ストコフスキーに弟子入りしてアメリカ交響楽団の補助指揮者となった。1968年にゴールドマンバンドの客演指揮者となり、翌年には副指揮者、1970年には共同指揮者、1980年には音楽監督に昇格して亡くなるまでその任に当たった。一方で、1968年から1972年まで、 アメリカ交響楽団の副指揮者を務め、1973年から1975年まで、ニューヨークフィルハーモニックの補助指揮者に転任している。1974年から1978年まで、オクラホマ交響楽団の音楽監督を務め、1975年から1978年まで、オクラホマ芸術人文科学評議会の下員を兼務した。また、 1980年からは1982年までニューヨーク室内オペラの指揮者を務めていた。さらに1970年代からアメリカとヨーロッパを往復してレコーディングアーティストとしても活動していた。マンハッタンのセントルークスルーズベルトホスピタルセンターにてご自近ンパシュの合併症により死去。エンズリー・コックス・ディスコグス。ありがとうございます。